フィジー。フィジー共和国、通称フィジーは、オセアニアの国家で、イギリス連邦加盟国である。首都は、ビティレブ島のスバ。南太平洋のフィジー諸島と北に5 0 0トルほど、離れた、保護領のロツマ島に位置する、群島国家である。3 0余の火山島と、サンゴ礁からなる。西にバヌアツ、東にトンガ、北に、ツバルがある。 正式名称はリパブリック・オブ・フィ f ジー、リパブリックオブフィージー、通称フィージー。国名の由来には諸説あり、説として有力なのは前者である。日本語の表記はフィジー共和国、通称フィジー。他にフィジー、フィジー。1998年にフィジー共和国からフィジー諸島共和国へと改称したが、 2011年2月に再度フィジー共和国に戻った。また、漢字による表記は、アキラ・イツキである。パプアニューギニアと並ぶ南太平洋の島初国のリーダー、大統領を元首にいただく、象徴大統領制、首相が行政権を掌握する、議員内閣制で、議会は一員制で任期4年、定数は50。 フィジー全土を一つの選挙区としたオープンリストピレー代表制。選挙権は18歳から。以前は2院制であったかが2013年の新憲法交付により1院制に。イギリス国王を厳守にいただく立憲君主制への復帰も検討されている。2014年9月まで軍事政権。軍事政権は2009年3月に 民政復帰のための総選挙を実施するとしていたが、延期されていた。2009年4月交際が、軍事政権を違法と判断を下したため、いろいろ大統領は憲法を廃止して、自らが政府の実権を握ったと言明し、バイニマラマ軍司令官を暫定首相に再任し、国内に30日間の非常事態宣言を発令し、総選挙を2014年に先送りすると表明した。 軍事政権はメディアへの検閲を開始し、オーストラリア ABC 放送の記者らを国外退去させた。市民生活は通常通り、2013年に新憲法を2014年9月に総選挙を実施、フィジー第一党が過半数の議席を獲得し、バイニマラマ首相が再任された。その後、2016年9月、内閣改造に伴い、バイニマラマ首相は、 外相も兼任。フィジーは伝統的に日本やオーストラリア、ニュージーランドなどアジア、太平洋諸国との関係を重視してきたが軍事政権樹立後は民政復帰や民主化への対応をめぐって内政干渉を行うオーストラリアやニュージーランドと対立している。ついには両国大使のフィジーからの退去を命ずる一方、オーストラリアと ニュージーランド政府もフィジー大使の国外退去を命じる局面もあった。オーストラリアやニュージーランドとの貿易額はシンガポールに次いで大きく、フィジーはオーストラリアから小麦粉や食料品その他を輸入している。ニュージーランドからは牛乳や肉その他食料品の輸入が多い。フィジーにはビジネス目的に暮らしているオーストラリア人やニュージーランド人も多く、 フィージー・オーストラリア・ビジネス・カウンシルやフィージー・ニュージーランド・ビジネス・カウンシルもある。貿易以外に、フィジーのリゾートは、オーストラリア人やニュージーランド人経営が多く、フィージー・オーストラリア・ビジネス・カウンシルは、オーストラリア政府のフィジー政府に対する姿勢を、ビジネス促進に耐える障害として批判する発言を出したこともある。 オーストラリアとニュージーランドの旅重なる内政干渉による圧力のため近年フィジー軍政は新たな活路として中国との関係を強化している以前はほとんどいなかったとされる中国人がフィジーを訪れるようになり年間1万人にまでになったこのため首都スバ市内には中国人経営の店舗が拡大している2010年には エアパシフィックとキャセイ航空の共同運航で、香港から直行便が就航した。日本から乗り継ぎかの中国人は、首都スバに行くビジネスマンが大半で、フィジー本島西部南地ではある見かけない。また、フィジー各地で中国の援助による建築やインフラ整備が進み、娯楽施設や幹線道路、水力発電所を建設している。中国がフィジーに援助をする狙いは、 豊富な漁業資源の獲得にあると見られている。理由は中国の経済成長により国内のマグロ消費量が多くなっていることが挙げられる。近年中国の沿用漁船がスバ港で多く見られるようになり今では7割の外国船が中国の漁船である。またフィジー最大の水産企業は中国の国営企業3社で27隻の マグロ漁船で5分の1のマグロを水揚げしている。この国営企業は、フィジー軍政の場合にマラマ首相とも太いパイプがある。2010年1月、中国政府は、フィジー大統領府の敷地を囲む兵の無償援助を、フィジー政府に約束した。兵の工事は、中国の中鉄五局グループ、大手ゼネコン中国中鉄グループの一員が受け負った。 長さ 2.4km の平和2011年2月に、竣工した。フィジーの南、トンガの南東およそ 400km にある、ミネルバリーフの領有権を主張している。ミネルバリーフにおいては1972年1月に、ユダヤ系アメリカ人のマイケル・オリバーが、マイクロネイオンとして、ミネルバ共和国の独立を宣言したが、周辺のフィジー、トンガ、ナウル、 西サモアとクック諸島自治政府はオーストラリアやニュージーランドと協議し同年6月にトンガ軍が上陸し占いした。しかし翌月フィジー軍が上陸し領有権を主張。この時はトンガの正式な領有権主張を認めたフィジー政府だったが再び領有権を主張し2005年国際海底機構に提訴した。またミネルバ共和国の後継を主張するメンバーが ミネルバ広告として、再度領有権を主張するなど混乱が続いている。フィジーは、四つの地域、ディビジョンという行政区画に分かれる。内は、地域政府所在地。軍島の北部にあるロツマ島は、保護領である。全島が、熱帯雨林気候、AF となっており、年中高温タウ。南東貿易風の影響下にはいる5月から11月は、降雨も少ない。 主に農業や医療や観光で成り立っている。観光で得る収入は2億7000万ドルに上り、高地面積は26万ヘクタールある。農業に従事する人は13万人いる。貿易は大幅な輸入超過である。輸出品は野菜や果物、アメリカで人気の高いフィジーウォーター、砂糖、マホガニー、パルプ、医療品、コプラ、ココナッツ石鹸。 食料品などである。サトウキビ栽培は19世紀にヨーロッパ人が島にやってきた時に始まる。当初はサトウキビ栽培に適した土地に政党所を作るという小規模なものであったが、植民地政府が奨励し経済的基盤としたためにサトウキビ産業として発展した。1988年までは最も重要な産業であったが、観光や 医療の輸出などの他の産業に押され気味ある。しかし、労働力の4分の1を雇用している。国際線の使用玄関となる南碧国際空港は、国営フィジーエアウェイズが本拠としており、国内線が主であるナウソリ国際空港の他各島に13の空港がある。島の間はフェリーが通う。大きな島では、タクシーの他バスが利用されている。フィジーの交通、 2010年度の調査では、フィジーを訪れた観光客は63万1868人で2009年より16.5%増加した。オーストラリア人観光客が50.4%を、占めて一番多く、前年より28%増加して31万8135人。2位は、ニュージーランド9万7857人。3位は、 アメリカ53,122人、4位は南太平洋、諸国39,198人、5位はヨーロッパ諸国3万8 8人。日本人の入国者は1%に満たない程度だが、2004年より英語学習を目的とした留学生もいる。ディとラウトかにキャンパスを置く、フリーバードインスティチュート、フリーバードインスティチュートなど、 年間1500名以上の留学生が英語留学している。フィジーの主要放送局はフィジー1とマイ TV があり、その他有料のスカイ TV もある。インターネットはコネクト、キダネット、ボーダホンなど各社がある。フィジーにもキャンパスを設置する南太平洋大学もプロバイダーを行っている。新聞は売店などで80セントから90セントで手に入る。 新聞は、英語のフィジータイムス、フィジーさんのほか、フィジー語やヒンドゥー語の新聞が発行されている。2007年時の住民は、フィジー系が56.8%、インド系移民が37.5%、ロツマ人1.2%、ヨーロッパ人や他の太平洋の島民、ジ人などが4.5%である。宗教は、キリスト教が64.7%、 ヒンドゥー教が27.9%、イスラム教が6.3%、その他0.6%である。言語は、英語、フィジー語、ヒンディー語、フィジーヒンディー語が、公用語。フィジーの住民は、先住民である、フィジー系と、イギリスが植民地時代に強制入植させた新しい住民で、ある、インド系が多数を占める。リトルインディアの層を定する。 19世紀の後半、西洋との接触でもたらされた伝染病が原因でフィジー人絶滅の危機にさらされた。創主国の間で奴隷制を終焉させ、先住民保護思想が広がっていたので、創主国イギリスは人種絶滅を避けるためサトウキビプランテーションの契約労働者としてインド人導入政策をとった。こうしてインド人移民が始まったのである。 1879年479人が移民した。フィジー系のみで構成される伝統的社会指導者、評議会 GCC による大統領任命が行われるなど、歴史的には政治面でのフィジー系の優遇政策が取られてきたが、ビジネスに長けたインド系への厄みもある。1999年5月の総選挙でインド系首相が就任したが、2000年5月に フィジー系の政治的優位の強化を主張する武装勢力によるクーデターが発生した。ただし、現政権によって GCC は廃止された。ライセニアガラセ政権がフィジー系、インド系の対立の改善を図るが、2000年のクーデターでフィジー系の攻撃標的にされた軍司令官が融和政策の実施を行うための法律は、 実は2000年クーデター参加者の特赦が目的であると、これを拒否。2006年12月、ガラセ首相を強行解任。大統領が司令官の方針に同調。近年はフィジー系とインド系の結婚が進み、根結も多い。現政権はフィジー系とインド系の融合で、現政権のトップはフィジー人の倍にマラマであるが、国のナンバー2である。 司法長官は、インド系の元弁護士、カイユン、本名、アヤズサイエドイコールカイイム、アイスサイドカイアムである。カイユンは2011年3月に、フィジー系女性と結婚した。カクソンには、集会などに用いられるブレと呼ぶ建物がある。ラグビーが国技と言われるほど盛んであり、15人制では2007年の、ラグビーワールドカップではベスト8に入ったほか、7人制では、 ラグビーワールドカップセブンズで1997年と2005年の2回優勝。オリンピックでは7人制として初めて開催された2016年のリオデジャネイロオリンピックで優勝。全種目を通じフィジー初の逸話メダルを獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。